先生だぞ。もしもし。もしもし。あ、荒川区役所の者なんですけども。はい。あ、荒川区役所の者です。もう一回よろしいですか？荒川区役所の者なんですけども。ああ、一回だけ行ったことあります。荒川静香賞。いや、違います。あれね、違いますよ。めちゃくちゃ楽しくてね。違います。荒川区役所です。荒川静香賞はね、違います。荒川、もう一回行ってみたいなと思ってたんで、誘ってくれてるんですか？違います。荒川区役所です。荒川静香賞はね、違います。生でね、稲葉ルアー見た時は感動しました。いや、イナバウアーじゃないですかね、それ。イナバルアーはね。イナバウアーです。イナバウアー。本当に。いや、イナバルアーは気持ち悪いですよ。いや、イナバウアーとか荒川静香の話でいいんですよ。荒川区役所です。荒川区役所？あ、そうです、そうです。恥ずかしい、すいません。いえいえ、荒川区役所のものです。すいません、本当に間違えて。いえいえ。何の用でしょうか？あのですね。はい。保険料の払い戻し申請書を送ったんです。あ、やってないですけど。やってない？加藤寮の払い落とししてねっしょって言われてもやってないですよ。違います。違います。保険料の払い戻し申請書です。加藤寮の払い落とししてねっしょって私霊媒師ありませんし、うん、はい、知ってます。加藤寮が霊に疲れて取り憑かれて呪われても関係ないですから。あ、そうですね、私関係ないですから。違います。はい。保険料の払い戻し申請書です。ああ、そういうことですか。加藤寮の払い落とししてねっしょっていうのは、私が加藤寮を払い落としたんじゃなくて、私に加藤寮がついてるから払い落とししてねえ人で申告されたんですね。いや、そういうことでもないんです。あなたいい人ですね。違います。私のどこら辺に加藤寮取り付いてます？保険料です。最近ね、右肩が重くてね、これ肩こりじゃなくて加藤寮がついてたんですね。違いますよ、多分。違います。加藤寮多分右肩いないです。保険料です。加藤寮重いね。保険料です。あの子なんか多分ね、肉ばっかり食べてる、この重さ。野菜食べてる重さじゃない、これ。物理的な体重の重さじゃなくて。重いね。ついてたとしてもそういう体重は関係ないと思うんですよ。超重いね。だから違います。はい。保険料の払い戻し申請書です。保険料の、はい、払い戻し申請書です。あ、払い戻し申請書。あ、そうです、そうです。あ、そういうことですか。はい。あ、すいません。ということは私に返ってくるってことですか？あ、そうなんですよ。5年分の過払い金を支払い。5年分の過払い金を。違います。私死ぬんですか？違います。5年分。5年分は合ってます。過払い金。過払い金です。絶対死ぬじゃん。過払い金です。今年中に死ぬじゃん。過払い金です。5年分。5年分は合ってます。だったらもう明日ぐらいに死ぬじゃん。過払い金です。絶対死にたくないよ。だから過払い金を。バイバイ金。はい。バイバイ金。いや、過払い金。バイバイ金。過払い金。天国に行ってきます。バイバイ金。過払い金。バイバイ金。何回言うんですか。過払い金です。過払い金。あ、そうです、そうです。あ、すいません。私知らないんですか？そうですよ。わかった。5年分の過払い金です。はい。支払いますので。はい。口座番号を教えてください。ああ、私ね、あの、中華より和食が得意なんです。はい。餃子団子を教えてくださいってやっても、ね、違います。レシピがね、ちょっと私のレパートロには入ってなくて、はいはい、私の料理のレパートロは、レパートロにはレパートリーです。餃子団子は入ってないです。口座番号です。私に求めるのはおかしいですよ。口座番号。私のなんせレパートロにはレパートリーです。しかもそこ団子は入ってない。口座番号や。もういいわ、あんた。あ、もしもし。もしもし。葛飾区役所の者です。はい。あ、葛飾区役所の者です。はい。葛飾区役所です。葛飾ないっしょ。違います。葛飾ないっしょ。いや、違います。葛飾区役所。私に対してですか？いや、違います。それとも自分に、自分が敵だと思って葛飾ないっしょ。いや、違います。別に戦ってないので。あの、葛飾区役所です。葛飾ないっしょ。違います。あの、
気持ちは私も昔持ってました。はい、今はあんまりそういう気持ちがないので、はい、対戦相手は探した方がいいんじゃないですか。私以外に申し込んでないです。対戦は違います。葛飾区役所です。葛飾区役所？そうです、葛飾区役所のものです。お世話になっております。はい、お世話になっております。何でしょうか？ですね、医療費を払いすぎてるので還付金を受け取ることができます。あの下ネタやめてもらってよろしいでしょうか？はい、私下ネタ嫌いなんですよ。はい、医療費を払いすぎてるのでナプキンを受け取ることが。いや違う、私のあのナプキンじゃない、還付金です。20年前に終わってるんです。知りません。そんなおばあさん終わったとか知りません。私になんてこと言わせるんですか？違います、還付金です。私もまだ女なんでね、はい、ナプキンってワード聞くとね昔思い出しますけど、還付金です。今はナプキン使ってません。だからもう知りません。だから還付金です。あとあなたおかしいですよ。はい、医療費を払いすぎてるんだったら現金で返すのが普通の筋でしょ。うん、だから還付金で返しますから。いやナプキンです。それ還付金お金でください。ナプキンにおかしいおかしいですよ。だから現金の還付金です。ナプキンやりません。違います、還付金。還付金？はい、還付金です。還付がちゃんとお金でくれるのね。もちろんそうですよ。すいません、私ちょっと先走っちゃって。いいえ、還付金です。あ、医療費払いすぎてるから、はい、ちゃんとお金も私の方にくれるってことですね。そうです、受け取ることができます。あ、ありがとうございます。はい、じゃあどうしたらよろしいですか？はい、本日中にですね、はい、キャッシュカードを持って ATM に行ってください。私バスケやったことないですよ。はい、バッシュなどを持って NBA に行ってるの？違います、違います。はい、キャッシュカードを持って ATM です。バッシュなどを持ってって言うけど、私バッシュ持ってませんよ。うん、でしょうね。違います、キャッシュカードです。バッシュなどって言うけど、私ね、この間孫にね、はい、マイケル・ジョーダンの、え、マイケル・ジョーダンの、いや、ジョーダンです、ジョーダン。マイケル・ジョーダンですよ。ジョーダンです。マイケル・ジョーダンっていうの？そうです。あ、じゃあマイケル・ジョーダンのダンだよ。あのね、ダンです。モデルの買ってあげたんだけど、はい、すごい高くてね、はい、私のサイズ的にも合わないし、うん、だからバッシュの話はいいんです。キャッシュカードを持って ATM です。 NBA も遠いです。 ATM アメリカはね、今コロナで危ないから、私はね、行かないって決めてるんです。今旅行はキャッシュカードで ATM です。バッシュなども違う、もういい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 。スポーツドリンクとかもですか？ああ、もしもし、もしもし、あ、俺、はい、あ、俺、なんですか？俺だよ、俺、はい、俺、ですか？あの、俺、お礼を、いやいや、お礼をあれ結構甘くて、あ、違う違う違う、星だから食べれませんね。お礼をじゃなくて、俺だよ、俺。なんて？俺だよ。はい？俺だよ。はい？俺？はい？忘れたの？俺だよ。何ですか？俺。ないからオレオはもう食べれません。いや、オレオじゃ、俺歯がね、オレオ、オレオ、歯が、歯がもう痛くてしょうがなくて最近。おばあちゃん、山本さんちのね、あのトシコちゃんちの方のね、あの娘さんも甘いものをこう差し入れくれるんだけど、もう甘くて食べれないんですよ。知らねえよ、知らないから。あ、おばあちゃん、おばあちゃん、俺だよ、おばあちゃん。あ、マスフミ？あ、そうそうそう。マー君？そう、マー君。久しぶり、元気してたの？マー君だよ。マー君元気してた？いや、久しぶりね。あ、久しぶり。ほんと久しぶり。あのさ、実はさ、うん。さっき事故っちゃって。ジーコジャパン来たの？ジーコジャパンじゃないよ。ジーコが来たの？ジーコジャパンじゃない。昔はね、ジーコの時はね、結構中村俊輔とか、もうそこら辺が活躍してた時代、懐かしいね。そうだね、じゃが違うんだよ。ジーコジャパンじゃない。事故っちゃって。事故っちゃったの？そうそう、事故っちゃったんだよ。大変じゃないかよ。マー君大丈夫？そうなんだからさ、お金がいるんだよ。お金？え、いくらいるの？100万。
解決しないよ。だからたくあんじゃない、100万たくあんじゃもうたくあん食べても元気になんないよ。100万たくあんはダメだよ、よくならりません。100万はダメ、たくあんはダメ。100万たくあんは美味しいけどそりゃダメないよ。100万たくあんはダメ。100万たくあんはダメ。もういい、もう切るわ切るわ。マーク、あ、もしもし。もしもし。あ、福生市役所の者なんですけども。福生市役所？言ってません。殺すわよ、あんた。そんなこと言ってません。やる？あ、私77だけど、まだまだやるわよ。違いますよ。あの、福生市役所。福生市役所？言ってません。殺すわよ。福生市役所とか言いません。いきなり言うわけないじゃないですか。あったね。かかと落としするわよ。だから、違いますよ。福生市役所です。あんたが福生市役所？言ってないです。福生市役所です。もう嫌い？だから言ってないです。福生市役所じゃなくて、福生市役所。もう嫌い？だから違います。よく聞いてください。福生市役所。死にます。違います。だからもういいです。だからもう一回ゆっくり言いますよ。何回もゆっくり言います。私強がってみたけど怖い。はい、怖い。だからもう一回ゆっくり聞いてください。福生市役所。福生市役所。違うって。違います。福生市役所。福生市役所。そうです。あ、すいません。福生市役所の者です。ですね、はい、コロナ給付金のお話なんですけども、私にねそんなこと言ってもね、なんだろう、別に興味はないしいいです。大事なお話なんですけども、ののか丸給付金って言われても。違います。ののかの現在地を教えてるわけじゃないです。コロナ給付金です。私興味ないですから。多分違います。コロナ給付金です。逆に何て言ってほしいですか？だから違います。逆に何て言うと思いました。だから私みたいなおばあちゃんにね、ののかのね、のが多いです。場所を教えたところで何にもならないかなと。だからおのののか丸給付金じゃなくて、コロナ給付金なんですけども。コロナ給付金？あ、そうですそうです。コロナ給付金ね。あ、そうです。そのお話で。あ、すいません。はい、65歳以上の方を対象に、はい、5万円が出ます。ボンカレー？違います。ボンカレーが出るってこと？ボンカレーは出ないです。私ねもう漬物とかしか食べれませんから。いいです。あ、そうなんですか。ボンカレーじゃないんですよ。5万円が出ます。ボンカレー？違います。ちょっと聞いてください。5万円です。ボンカレー？違います。ゆっくり言いましょうか。ゆっくり言いましょうか。ボン、ま、カレー？ボンカレー？違います。ボンカレーじゃないです。5万円です。もう一回。はい、もう一回いいですか？ゆっくりいきますよ。ボン、ま、カレー？ボンカレー？違います。違います。ボンカレーじゃなくて、その5万円でボンカレー買うのはいいんですけど、5万円なんですよ。もう5万円。あ、そうですそうです。あ、すいません。あ、5万円です。あ、出ますので、はい、今使われてる金融機関を。私ね名前よしこなの。はい、しみちゃんじゃありません。どういうことですかね。親友みかん？あ、違います。私んちの話してないです。私しみちゃんじゃないですから。いや、懐かしいですけど、めちゃめちゃ懐かしいですけど、私んち の親友みかんのしみちゃんとかそういう話じゃなくて。朝ちんちん？はい、あんた最悪ね。朝ちんちん？あ、言ってないです。何？そんなこと言ってないです。キモい。はい、だから金融機関です。親友だからしみちゃんじゃありません。だから親友みかんって言ってません。もういいよ。僕じゃあ4つくらい。
は2つでいいです。焼き芋は打てない。調子に乗りました。4つも私一人じゃ食べれないので2つください。だから売れない、だから売ってないから、もう焼き芋の販売じゃない。僕え、僕シュウイチくん。あ、そうシュウちゃん。あ、シュウちゃんです。あ、シュウちゃんよ。僕あら、シュウちゃん久しぶりじゃない。久しぶり、おばあちゃん。東京で元気してる？うん、頑張ってるよ。おばあちゃん嬉しいよ。ありがとう、おばあちゃん。頑張ってんのね、ちゃんと。頑張ってるんだけどさ。どうしたの？実はさ、うん、旦那さんがいる人を好きになってさ。え？それでさ、うん、不倫電車料を請求されたんだ。不眠で加藤亮を研究してるの？違う、全然違う、全部違う。あんたバカでしょ。全部違う、おばあちゃん。不倫電車料を請求。不眠で加藤亮を研究することも必要ある。全部違う、おばあちゃん。何、そこまで研究するような人？違う、加藤亮じゃない、車両。加藤亮はあんま好きじゃないかな。だから加藤亮じゃない、慰謝料。まあ確かに顔は面白いけどね、深みはない、演技の。だからもう加藤、やっぱり高倉健さんとかの方が好きかな、私は。うん、そうだね、うん、うん、そうなんだよ。加藤亮の話はもうしたくないんだ。慰謝料よ、慰謝料。慰謝料？そう、慰謝料。不倫で慰謝料を請求されたんだ。え？あんた何やってんの、バカじゃないの。そうなんだから、もう困っちゃってさ。どうすんの、いくらなの？20万。あんたショートとセカンド守っても解決しないよ。いや、二遊間じゃないよ、二遊間じゃない。あんたバカなの？20万。あんたね、坂本とか山田テストとかじゃないんだから、そんなとこ守らないの。だから二遊間じゃなくて20万って言ってるんだ。二遊間守るんだったら自分の身を守りなさい。だから二遊間じゃない、20万。本当、もうあんたって子は帰ってきなさい、こっちに。だから20万なんだって。あんたみたいな子は知りません。20万もう切ります。あ、もしもし。もし。あ、佐藤と申します。加藤さん。あ、佐藤です。加藤さん。あ、佐です。佐藤です。加藤美希さん。あ、違います。隣の美希さん。あ、違います。違います。佐藤です。加藤。佐藤。加藤。佐藤。加藤。佐藤。加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 藤さん。あ、違います。美希さん。あ、佐藤です。加藤じゃない、佐藤です。佐藤さん。そうです、佐です。佐藤です。はじめましてですかね。 あ、そうです、はじめましてです。はい。あのですね、はい、自宅で簡単に稼げるお話なんですけども。そんな話があるんですか？あるんですよ、教えてください。はい、スマホやタブレットを操作するだけなんですけども。私にはちょっと難しいかもですね。お年寄りの方も簡単にできますよ。本当ですか？はい、須田小屋各県と講座するだけで。スマホやタブレットを操作、どんな状況ですかそれ。須田子じゃ前、左右で須田子と書く剣とが、こう左右に交差。いや、シュールすぎるやろ、どんな状況やそれ。前後の交差。いや、だから違いますって、そんなんで金が稼げるわけがない。違います。え、どういう状況が。いいですか、スマホやタブレットを操作。須田子や書く剣とが交差。違う、だからシュールすぎる、その絵が。須田子が前。スマホが書く剣とが後ろ。いやいや、違います。須田子が前。だから絵がシュールすぎるんですよ、それ。シュークリーム好きですけども。シュークリームでシュール。須田子の方が好きです。違います。だからスマホやタブレット操作、前後の動き。だからそんなんで金が稼げるわけがないでしょ。それは須田子さん太郎でもか。は、須田子さん太郎でも交差しても交差とみなされてますか。いや、不可です。いや、だからそもそも違うんですよ、スマホやタブレット操作。スマホやタブレットどうも操作。あ、そうです、そうです。あ、わかり、あ、そういうことですか。そういうことなんです。はい。それでですね、はい、情報商材ってご存知ですかね。知ってますよ、そんぐらい。バカにしてるんですか。 あ、そうでしたか、すいません。学校で体調悪くなって、うん、保健の先生と担任の先生がもう帰っていいよって言ったら帰れるやつですよね。それ高校総体。違います、情報商材です。ああ、知ってますよ。近隣とかで、うん、夜遅くになってもどんちゃん騒ぎしたり、うん、なんかおじいちゃんがなんかこうね、演歌を大声で歌ったりするやつですよね。それ、騒音問題。情報商材です、情報商材。ああ、あれですか。ここにこの遠藤さんが、うん、夜の8時とか、それ過ぎて、スーパーで安くなったところを狙うやつですよね。それ、想像の商材。違います、
情報商材です。あとココリコの遠藤さんはお金持ちなんで、その半額スティール狙わないです。狙うならシングルファザーの田中さんの方です。すいませんでした。情報商材です、お分かりですか。情報商材、はい、あ、なんか情報の商材ですよね。そうです、知ってますよ。でもそれってなんかちょっと微妙だなと思ったら、はい、そういうのって抜けることできますか。全然大丈夫ですよ。本当ですか。はい、あの妖怪内であれば。妖怪であれば。違います、妖怪内で。私妖怪じゃないから抜きれないじゃないですか。言ってそんなこと言ってないです。私妖怪みたいって孫に言われたけど一回。いや知らないです。あのお風呂入ってる姿上がってきたら妖怪だねって。ちょっともうちょっと返しにくいです。それは言われたけど。違う、妖怪内であればあのクーリングオフによりクリリンと悟空。違います、もういいもういい。あ、もしもし。もしもし。あ、ワイなんだが。はい。ワイ。ワイワイ。はい。あ、ワイワイ。なんですか、もうちょっとおはきやきしてくれないと、あのもう年なもんで聞こえません。ワイワイなんだが。ワイナイナさん。あ、違う。すごいです。あ、ワイナイナさん。違うんだが。私ね、あの、オールスター感謝祭でね、あの、マラソンをいつも楽しみにしてて、あの、ワイナイナさんの、違うんだが、あの、心臓破りの魚の活躍っぷり、すごいなって。違うんだが、心臓どうですか。違うんだよ。私も心臓悪くて、心臓破りの坂破ったら本当に破れるかも。おばあさん違うんだが、ワイなんだが、ワイナイナさんはね、違うんだが、あのなんか顔がたくましくて、すごくね、やっぱスポーツ選手って感じがして、リスペクトしてますよ。違うんだが、ワイナイナじゃなくて、ワイなんだが、ワルタ、ワイなんだが、純平？そうなんだが。純ちゃん？そうだ、純平なんだが。元気にしてんの？元気だった。最近も連絡なくても。ごめんね。あのさ、ちょっと困ったことがあって。はい？そう、ソボシ。どうしたんだい？コロナで会社が倒産したんだが。床屋で保護者が倒産？違う。もうそんな時代なのね。そうそうそう。確かにね、私たちもね、このよりもうちょっとなんていうのかな、危ない時代になったって感じだけど、床屋まで保護者が倒産するの？そぼし違うんだが、もうおばあちゃんニュージェネレーションすぎてついていけない。そぼし、コロナで会社が倒産。確かにコロナでね。そうコロナ。保護者が倒産するの危ないよ。保護者じゃない、会社。それもう見つかったから。か会社が倒産。そぼし、会社が倒産。え、会社が倒産？そうそう。あんたも大変だな。そうなんである。あんた食べてんの？食べているけど、そうなんで大変なんである。だからお金が必要なんである。お金いくらなの？2000万円。ああ、オレンジレンジの時代ね。え？上海ハニー、ね。あ、2003年じゃない。2000万円。私も聞いてました。そうそう、もし。だってオレンジレンジがもうすごく活躍してて。2000万円。その時にそのジャニーズのこのスマップの世界に一つだけの花が出て、もう、ね、2003年ね、もうバチバチでね、もうなんかもう日本の音楽シーンはもう、最高でした。あれ、2003年はね、違う、2000万円である。あ、そうし、武蔵丸が引退した時はもう涙が出てね。あれ、2003年なんだ。詳しくね。そう、そぼし詳しいな、2003年に。違う、2000万円である、2000万円だ。そぼし。2000万円？そうである。もうあんたばっかじゃない、そんなお金持ってません。そぼしくれないか困っているのである。貸してほしい。神隠し？あんたよく覚えてるね。2003年は千と千尋の神隠しがアカデミー賞を受賞した年じゃない。詳しすぎるのである。あんたこれよく覚えてるね。そぼし2003年詳しすぎるのである。私は忘れてない。もういいのである。そぼし、もう切るのである。切るのである。あ、もしもし。もしもし。あ、高木だけど。はい。あ、高木だけど。
もう一回よろしいですか？高明。はい。高明。確かに今ガラ空きです。ボディは何を言うてるの？ボディがね、あの今やっぱガラ空きなんで。ガラ空きじゃない、高明。それは私も分かってますよ。違う、高明ガラ空きなんです。息子の高明。私の脇腹は今左手で受話器持ってますから、左脇腹はガラ空きです。高明。ガラ空きです。高明、あなたね、まだボディ固めてないの。何の話？あなた男でしょ、ガラ空きの時に攻めてくんの。高明、男らしくかかってきなさい、正面から。だからガラ空きじゃなくて高明。高明？あ、タカちゃん。そうそう、タカちゃん、タカちゃん。タカちゃん元気してたの？元気してたんだけどさ、うん、あのさ、大切な書類をコンビニのトイレに置き忘れたんだよ。わいせつな書類をのんびりとトイレに置き忘れた？いや、大切な書類をコンビニのトイレね。あんた、わいせつな書類持ち歩いてんの？大切な書類。奥さん悲しむよ。大切な書類。わいせつな書類って何？大切とか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 入ってんの？そんなこと言うなよ。いい年こえて、わいせつな大切書類ってなんかあんたほんといやらしいね。違う違う、大切な書類。違う違う、のんびりのんびりした子だったと思ったけど。いや、コンビニって言った、コンビニで。違う違う違う、トイレに置き忘れるって何やってんの、うん、それは合ってる、トイレには置き忘れてるの合ってる。違う違う、大切な書類をコンビニのトイレ。大切な書類？そう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 、コンビニのトイレ。そう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 、あんた大変じゃない。そうなんだよ。しかもさ、その中に仮想通貨を換金するための書類が入ってるんだよ。佐藤龍太を参戦するための書類が入ってる？違うよ。ルーキーズの台本はあんた作ってんの？違う違う違う、あんたサラリーマンじゃなくて脚本家だったの？違う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 、ルーキーズが終わってるから。もう違う違う違う、仮想通貨を換金だよ。佐藤龍太を参戦？違うって。だから仮想通貨を換金だよ。佐藤龍太を参戦ね。だから違うんだって、ルーキーズの台本じゃないって。仮想通貨を換金。仮想通貨を換金？そう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 、そうだよ。なんか最近聞いたことあるわね、仮想通貨って。そうだよ、その書類が入ってたね。それ大事なんだよ。やばいじゃないの。そうなんだよ、だからさ、教授にお金が必要なんだよ。お金？何万円必要なの？50ボンジュー。 あんたがボンジューって言ってから、私もボンジューで返したんだよ。先生、50ボンジュー。先生、50ボンジュール。ボンジュール。違う、50って言ってる。あんた、ボンジュールって言ってるんで、私入ったから。ボンジュールじゃない。あんた、礼儀なってないわよ。なんでいきなりフランスで挨拶するの？違う。ボンジュールって言われたら、私、ボンジュール。ボンジュール。違う、50。ボンジュール。ボンジュール、違う。50って言ってる。あんた、礼儀なってないわね。お金の話してるじゃん。なんでいきなりフランスの挨拶する？違う、50。ボンジュール。50。ボンジュール。もういい、こいつダメや。もしもし。もしもし。あ、世田谷署の者です。はい。あ、世田谷署です。何ですか？あ、世田谷署。サカナクション？違います。ファンです。違います。世田谷署。私ファンです。違う、サカナクションじゃないです。世田谷署。サカナクションの方？違います。私ね、3日前にね、はい、信代さんたちとカラオケ行ったんですけど、はい、その時もサカナクションの新宝島歌いましたよ。若いですね、おばあちゃん。普通おばあちゃんサカナクション歌わないでしょ。すごいですね。世田谷署です。サカナクションの方から電話するなんて。世田谷署です。いいけどよかったわ。世田谷署です。はい。世田谷署。世田谷署。世田谷署。恥ずかしい。警察の方でした。そうです、そうです、そうです。何かあったんですか？恥ずかしい、すいません。いえいえ、あの、実はですね、はい、あの、おばあちゃんのクレジットカードが悪用されてまして。はい。あ、おばあちゃんのクレジットカードが悪用されてまして。私経営してないですよ。はい。ビリッジヴァンガードを経営してません。違います、クレジットカードです。あの、あなた多分電話する相手間違えてますね。いえ、
あのクレジットカードです。ブリッジバンガード、あのブリッジバンガードが悪用されてようが、違う違う、クレジットカード、私は経営者じゃありませんし、うんうん、はい、行ったこともありません。だからブリッジバンガードじゃなくてクレジットカードです。みんなビレバンビレバンって言ってね。あ、よく知ってますね。最初何なのか分かんなかったんだけど、はい、あのビレッジバンガードの略だったのね。そうなんです。私なんかそういう機能、板があるビレバンってそういう、あ、そういうなんかそういうのがあるのかなって。その板のバンっていうなんかそのイメージがある。おばあちゃん、おばあちゃん、違います。ビレッジバンガードの話はいいんです。もうクレジットカードです。クレジットカード、そうです。え、どうしたんですか。クレジットカードが悪用されてるんですよ。え、私もうお金全然ないのにそんなことされるんですか。そうなんです。早く対処してくださいよ。そうなんです。だからですね、はい、捜査に必要なので、はい、暗証番号を教えてほしいんです。私の周りはみんなバランスよく食べてます。はい、端子を担当はいません。いやいや違う違う、暗証番号と聞き間違えてる。多分端子を担当じゃない、端子を担当なんです。先生、どっちかっていうと私ホルモン担当です。だからそんなこと聞いてないんです。暗証番号です。端子よりホルモンが大事な、あの、おばあちゃん、端子を担当かどうか聞いてないです。暗証番号です。端子を担当のね、あの和正さんはもう亡くなってね、端子をばっかり食べてた。あ、和正さんは、私はそこで注意してね、バランスよく食べなさいって言ってね、はい、でそれでずっと言ってたんだけど、もうやっぱ死んじゃったね、ぼっくりね。そうなんですか、和正さんね。あ、そんなもう老人会の話はいいんですよ。端子を、だからもう暗証番号ってもういいよ、もういい、もういい。あ、もしもし。もしもし。あ、オラだ、オラオラ。はい。オラだって、オラオラ。何言ってんのあんた、何ですか。オラだって、おばあちゃん、オラオラ。あんた、何言ってんですか。オラオラ。そんなオラオラ来られたら、こっちもオラオラになっちゃいます。いや、オラオラ系のオラオラじゃない。オラオラって、オラだって。されてね、オラオラ、おかしくないの。違う、オラって言ってる、オラオラで。あんたそんなオラオラ来るんだったら私もやっちゃうよ。違う、オラオラ系のオラオラじゃ、オラオラって言ってる、オラオラだって。 いつでもかかってきなさい。ばあちゃん、オラオラだって。あんたね、私がしないつぶしてあげる。違う、オラオラ系ならないで。ばあちゃん、あんたオラオラ系の男はモテないよ。ばあちゃん、オラだって。今草食男子がモテんだから、オラとか加えたら私だって行くときは行くよ。ばあちゃん、オラだって、オラオラ。え、オラだって、オラオラ。ゲンタ、そうだ、ゲンタだよ、ゲンタ。あー、ゲンタ、久しぶりね。久しぶりだな、ばあちゃん。あんた元気しとった。あ、元気だったぞ、オラは。私はね、そのね、元気だったってことでもう嬉しいの。あ、ちょっと連絡が最近してなくてごめんな、ばあちゃん。いや、もうありがとうね、電話してくれて、忙しいのにね。いやいや、そうじゃなくてさ。どうしたんだい。困ったことがあってさ。困ったこと。あ、オラ実はな、うん、浮気相手に妊娠させてお金が必要だ。ウサギ相手に人参あげてお金が必要。何言ってる、ばあちゃん。あんたどんだけやってんの。浮気相手に妊娠させて、お金が、自分が生活できなくなるぐらい人参あげちゃダメだな。人参じゃなくて妊娠だ。あんた昔から優しい子だってのはもう知ってたけど、そこまで行けばバカよ。違うって、ばあちゃん。人参どんだけ買ったの。言葉が出ません。ばあちゃん、ばあちゃん、浮気相手に妊娠だ。ばあちゃん、ばあちゃん、人参じゃない、妊娠だ。妊娠？そうだ、ばあちゃん、浮気相手に妊娠させたんだ、オラは。ウサギ相手に違う、ばあちゃん、妊娠させたの。ウサギ相手には妊娠させた。あんたバカなの。ばあちゃん、オラはウサギとやんないから違う。もうばあちゃん、もうそんな子だと。違うな、ばあちゃん、浮気相手に妊娠だ。ちゃんと責任は取りなさいよ。まあまあ、そうだ、そうだ。違う違う、ばあちゃん、ウサギとはオラやらねえんだ。ばあちゃんにはもう紹介しなくていいです。違う違う、ウサギとは二人で仲良くしてください。違う違う、人間だ、人間だ、ばあちゃん。相手は人間だ、浮気相手は人間だ。人間？そうだ、ばあちゃん、浮気相手を妊娠させたんだ。あんた何やってんの。ごめんな、ばあちゃん。あんたそこはもうやったらダメでしょ、このご時世。そうなんだ、だからお金必要なんだ。お金が必要。そうなんだ。何万円必要なの。
四五十。四十十。違う、ばあちゃん。ばあちゃん。四十十。ばあちゃん。ばあちゃん。ばあちゃん、子孫順じゃない、四五十。あんた、子孫順と友達なの？全然友達じゃないよ。あの、私の隣の隣のね、みつこちゃんが子孫順の大ファンなの。あ、そうそうそう、そうなの。ぜひ、紹介してあげて。いや、俺は子孫順知らないんだ。てか、四五十だ、四五十。みつこちゃんもう37なの。早く結婚してほしいなと思ってたから、子孫順だと超いいね。だから、俺は知らない子孫順は四五十で、四五十。子孫順はかっこいいしね、性格も良さそうで、私好きなの。あ、そうなんだ、知らない、俺は知らない、四五十だ、四五十。子孫順紹介してあげなさい。違う、だから俺は知らない子孫順は四五十で言うてる。子孫順は違う、もういい、もういい、俺はもういい。ばあちゃん切る、切る、ばあちゃん切る。もしもし。もしもし。あ、おばあちゃん。はい。うちうち。なんですか。うちだよ、おばあちゃん、うちうち。はい。うちうち。もっと主張してください。あ、伝わってないですよ。あ、うちうち。はい。うちだよ、うちうち。私ガリガリです。ムチムチじゃありません。ムチムチじゃない、うちうち。ムチムチはね、ムチムチ、昔はね、ちゃんといろいろね、食べてムチムチでね、いい肉感だったんですけども、今もガリガリですよ。そうなの？うん、そうなんだ。違う違う、うちうち。ムチムチの時代はありましたけど、ムチムチじゃないよ。それはもう私今もう80過ぎたからガリガリですって。あ、そうなんだ。あ、違う、ハンバーガーもね、最近ちょっと食べるようになったんだけど。そうなの？この年だと太らないから。あ、もうムチムチじゃありませんよ。あ、そうなんだ。いや違う違う、うちうちうちだよ、おばあちゃん、うちムチムチ。違うって、ムチムチじゃないよ。言われてもうガリガリですから。違う、おばあちゃんの体型聞いてないよ。うちうち、おばあちゃん、うちだよ。あ、さとみ。そう。あ、さとちゃん久しぶりじゃない。孫のさとみを。元気にしてたの？うん、元気だったよ、おばあちゃん。あ、よかった、おばあちゃんもっと心配しててね。そうだよ。あんな上京して頑張ってるの？うん、頑張ってるよ、仕事。よかった、もうおばあちゃんそれ聞けて嬉しいよ。もう、そう、それでね、うん、実はね、うん、会社の金でさ、うん、株に投資したら失敗したの。ありがとう。え？ラブがあるのね。ラブじゃない、株。ラブがもう本当それ聞けて嬉しいよ。おばあちゃん、おばあちゃんラブだけど。私もう新潟からずっといて東京いて、もうラブがもうなくなったんじゃないかって。違う違う、佐藤ちゃんとのラブはもう永久に不滅ってことでいいね。そうなの、おばあちゃんラブなんだけど違う。今言ったのは株、株。でもラブラブは彼氏としてください。ラブラブじゃない、でも株。ちょっと今恥ずかしかった。違う、ラブラブじゃない、株よ、株。もう佐藤ちゃんも結婚してよ、ラブラブする相手。あ、まあ、いずれするから、株よ、株。か、株？そう、株。か、え、大変じゃない、どうしたの？そうなの、だから今日中にさ、損失を穴埋めしないと訴えられそうなの。大変だな、あんた何してんの？そうなのよ。何やったの？いくら必要なの？2000万。Wi-Fi は飛んでなくてね。え？無線 LAN は。あ、違う違う違う。無線 LAN じゃない。検討してるんだけど。違う違う。2000万よ。いまいちよくわかんなくて。違う違う。2000万。2000万。無線 LAN。違うよ。違う。トラジオね、高橋くんのとこもやってね。うん、あと、ヨーコさん、うん、あちらの方もやれだって聞いて、もう分からなくて、でも。あ、そうなの。あ、違う、無線なんじゃなくて、2000万。無線なのさ。違う、違う。つけに来てくれるの？あ、違う、つけない、つけない。ありがとうね。つけないよ、無線なんはつけないから。さとみちゃんは、本当に優しいのね。違う、つけないよ、違う、つけない。つけないの？うん、つけないよ。だって、おばあちゃん iPhone とかじゃないでしょ。37.8分あります。体温じゃない、 iPhone だって体温じゃないから。結構熱があってね。熱だったの、おばあちゃん。熱だった、もう切るよ。じゃあもう熱だったの、おばあちゃん、もう切るから、切るから。殺さないでください。その切るじゃない、その切るじゃないから。熱がある時に殺さないでください。熱がない時でも
嫌でしょ。せめて平熱の時に殺してくださいよ。なんで嫌でしょ。もう切るから、切る切る切る。殺さないで。いや、その切るじゃ、切る切る。殺さないで。切る切る切るよ。本当にうまくかって。ああ、もう普通にいいんだ。はあ、詐欺がなくなんねえな。